この MacBook の2代目のディスプレイにセカンドディスプレイに iPad がなってしまうというのが、この Windows でもどうにか使ってしまおうという方法を紹介します。こんにちは、戸田悟です。 Yahoo ニュースにもちょっと書いたんですが、 Windows ユーザーが泣いて羨む MacOS の新機能、何かというとですね、サイドカーなんですけど、まあ、Mac に iPad を接続してセカンドディスプレイ、デュアルスクリーンに使えちゃうというすごい機能。これワイヤレスで快適に使えるので、まず使い方を紹介します。もちろんそれだけではつまらないので、泣いてる私を含めた、Windows ユーザー、あなたのためにもですね、なんとか Windows で使えないのかと、もしくは対応してない藤原くんが使ってるような古い Mac で使えないかと、ね、藤原くんうなずいてますけど、どうすればいいのっていうところで、実は Windows や対応してないちょっと古めの Mac とか iPad でも使える方法を合わせて紹介していきます。早速サイドカーの使い方を説明していきましょう。これ iPad ですね。もちろんミニじゃなくても構いません。分かりやすいようにちょっとミニを用意しました。全体が映りやすいからですね。でこちらが MacBook です。でこの MacBook の2代目のディスプレイにセカンドディスプレイに iPad がなってしまうというのが、このサイドカーの機能なんですけれども、使い方は簡単で、こちらですね、こちらから接続先から iPad を選ぶだけです。これでもうなりました。これでセカンドディスプレイになっているので、例えばそうですね、これ Chrome なんですけれども、こういうふうに横に移動できました。まあ、こっちも開いてると分かりにくいのでこっち閉じましたけど、でこれをですね、ここのあのグリーンのボタンをちょっと長押しするといろいろ選べます。ウィンドウを例えば Mac に戻す、でこっちに戻りました。まあ、さらに閉じたりという普通の操作もできるんですけれども、普通のセカンドディスプレイのように使えます。でさらに、こちらのサイドバーをタッチするとですね、文字入力ができたり、または終了することもできますし、まあ、各種ショートカットキーも利用可能です。今終了してしまいましたけれども、なかなか便利なんですけれども、基本的には操作はここだけタッチが可能で、あとはもうマウスポインターを、まあ、タッチパッド、トラックパッドを使って使えます。もしくは Apple Pencil も使えます。でこちらの Mac にはここにタッチバーが表示されてますけれども、このタッチバーを使うこともできます。こちらに対応するアプリを持ってくるとタッチバーが表示されます。こちらにですね、で違うアプリ切り替えると、まあ、タッチバー変わりましたけれども、持ってくれば同じようにタッチバーが変わります。もちろんファンクションキーにしてるとタッチバー表示されないので、俺のサイドカータッチバー表示されないよという方はタッチバーの設定自体を変えてみてください。とっても便利なサイドカーなんですが、 iPad を2台目の画面にするという機能ですね。残念ながら対応が決まってまして、 iPad は iPadOS13 ですね、13に対応しているモデル、 Air とかミニでも第5世代最近のモデルしか使えないです。で Mac も、MacOS のカタリナに対応していないと使えなくて、2016年の iMac 以降、 MacBook も2016年以降しか使えません。藤原くんが悲しそうな顔してますけれども、彼のは残念ながら Mac の方が対応していないので iPad を持ってきても使えない。まあ、言うまでもなく僕 Windows がメインなんですけど、 Windows では使えなくて残念だというのが最大のちょっとがっかりした点なんですが、 Windows でもどうにか使ってしまおうという方法を紹介します。Windows と iPad も接続できるのがこの Duet Display というアプリです。対応がかなり幅広く、こちらに細かく出てますので、まあ、アプリの説明でご覧いただきたいんですけれども、 iOS 7以降の iPad、iPhone、Windows 7以降のすべての PC となっております。で価格なんですけれども、この動画を作成している時点では1220円プラス、アプリ内課金でワイヤレスで接続するとかでいろいろこう金額は違ってるんですけども、結構値段は高いです。僕はプロの年間で課金3200円をしているんですが、まあ安くはないと思います。ただ後半説明しますように、その人のメリットがあれば十分の価格かなと思っています。はい、それでは実際に接続してみましょう。パソコンにはアプリをインストールしておく必要があります。 iPad にももちろんアプリをインストールしておきます。このパソコンのアプリはすでに起動した状態です。で iPad の方でもアプリを起動します。するとですね、このようなメニューが表示されて接続することができます。ただ今の状態も結構調子が悪くて、これは表示されないんですが、解像度を変更すると表示され、何度か変更するとですね、今は表示
されます。もちろんこれ僕の環境だけかもしれないんですけれども、はい、これで表示されました。同じディスプレイが使えていることがわかります。で、こんなに調子が悪いのになぜ僕が使ってるかというとですね、まあもちろんこれ調子がいい時でもそうなんですが、まず遅延もあります。速度があまり速くないです。ただ、あまり調子がいい時がない。まあいい時もあるんですけれども、結構不調になりがちなのに僕が使っている理由がプレゼンなんです。少人数のプレゼンで自分はパソコンを見ながら相手に iPad を見せて、特に対面しているプレゼンなんかそうなんですけども、非常に役立っていまして、こんな感じですね。で、この iPad を相手に見せてしまうというの形をとっています。で、こちらでスライドをめくれば当然スライドめくれると。で、プレゼンなんで遅延もそれほど気にならずに使えます。まあ、仕事にこれで使えるのであれば、年間で2000円とか3000円の、課金なら、まあ、許容できるかなと、僕の使い方では思っています。ただ、動画を見たりするにはちょっと厳しいかなとも思います。サイドカーにない特徴の一つがですね、指でタッチ操作でも動かせるというのが特徴になっています。ファイルの選択などをこちら側で iPad の方でタッチして、パソコンの方ではまあ、マウスを使ったり、まあ、パソコンもタッチできるものも増えてますので、両方ともタッチで使うということも可能です。